歌の力についてということなんですけど、はい、結構エビ団内でも作詞作曲とかされる方いっぱいいると思うんですけど、結構僕が桜しめじってあのフォークデュオで、はい、結構最近も作曲作ったり歌詞作ったりもするんですけど、その YouTube のコメントとかでなんか結構自分たちがそのあんま表に出してない感情までその読み取ってくれたりしたりとかはものすごくこうよかった狙った通りにいけたみたいな感じですごく嬉しくなりますね。はい、これが僕たちが感じた歌の力です。以上、僕たちがエビダンでした。